出たら殴られるんだ。僕ここから出たらこいつに殴られるんだ。スタッフさん、こいつにちゃんと企画説明しましたか番組の趣旨何も理解してないですよ、こいつ。ちょっと疲れてきたな。カメラマンさん変わってもらっていいですか変わるわけないんですよ。カメラマンさんが扉係変わるわけないんですよ。お前だけなんですよ。この中で番組の趣旨理解してないの。変わるんですよ。こいつも番組の趣旨理解してないんですよ。ただカメラを抱えていればいいと思ってるんですよ。 今、そのカメラには何が映ってます僕の股間しか映ってないですよね。カメラマンとしてもこいつは失格ですよ。見つかった。ディレクターに見つかった。ちょ、何してるカメラマン何してるこの場面見たらそりゃそうなるわ。あ、違うんです。タレントさんが押さえとけって言ったんです。そんなわけないだろ。見苦しい言い訳をするな。そりゃそうだよな。押さえとけっていうタレントがいるわけないもんな。カメラマン、このピンチどう切り抜けるディレクターさん、僕がやりました。自首しました。逃走中だけに、自首しましたか。